チッタゴン丘陵地帯の1チッタゴン丘陵地帯は、バングラデシュ南東部に広がる、面積13,180平方キロメートルの丘陵地帯。インド及びミャンマーとの国境地帯にあたる、ヒマラヤ山系の延長部にあたる、行政的にはチッタゴン管区に属する。シャンティバヒーニーの旗詳細は、チッタゴン丘陵地帯紛争を参照バングラデシュが1971年に、 独立すると、1972年に、先住民族は、チッタゴン丘陵人民連帯連合協会という、政党を作り独立運動を開始し、翌年から、バングラデシュ陸軍との戦闘状態に入った。1977年、民族の自決権を求めるシャンティバヒーニーと、バングラデシュ陸軍との間で、チッタゴン丘陵地帯紛争が勃発。紛争から避難した人々が、 主にインドトリプラ州に大量に流出した。また、約1万人がミゾラム州、そして数千人がミャンマーに逃れた。1979年、バングラデシュ政府のベンガル化政策によって、チッタゴン丘陵地帯にベンガル人が大量入植した結果、チッタゴン丘陵地帯におけるジュマとベンガル人の人口比は1990年代初頭にはほぼ1、対1となった。 人口は100万人から150万人。ジュマと総称される先住民族が暮らしている。ジュマの多くは仏教徒で文化、人種的には東南アジアの住民に近い。これら先住民族は国民すべてをベンガル人とするバングラデシュ政府の同化政策によって迫害を受けている。このため緊張状態にあり治安状態は劣悪である。 2011年のセンサスで、神座仏教のジュマが全体の50%、ムスリム系ベンガル人が48%、残りがヒンドゥー教、キリスト教、アニミズム等とされている。チッタゴン丘陵地帯の先住民族の部族数に関しては長年論争が続いていたが近年では以下の12民族とする説がジュマ民族内で広く受け入れられている。論争は主として、 サブトライブに関するものであった。例えば、チャクマとトンチョンギャ及びキャンは、言語、宗教、慣習において同一であり、トンチョンギャとキャンは、チャクマ民族のサブトライブであると考えることができる。なお、イギリス植民地時代に軍人として同地に赴任し、独立後も残留した、少数のグルカ人の子孫が、給料地帯で暮らしているとされているが、実態は不明であり、 また彼らは移民の子孫であって、先住民族ではない。トンチョンギ族1947年の独立時、丘陵地帯に暮らすベンガル人はごく少数であった。その後、カプタイダム開発などで丘陵地帯に来て定住したベンガル人人口は1971年のパキスタンからの独立時で約5万人と言われている。 これらの人々とその子孫は1997年和平協定において、チッタゴン丘陵地帯評議会の選挙権を認められ、つまりは、先住民族と同等な権利を有する正当な居住者とされた。ベンガル人人口の大多数は、政府の入植政策により移住した人々である。また、入植政策とは、無関係に職を求めて、平野部から非合法に移住してくる。 ベンガル人も少なくない。1991年のセンサスでは97万4447人と公表されている。そのうち50万1114人が皇術の部族集団ジュマである。2011年のセンサスでは158万7000人と公表されている。ただし、皇術のように治安が悪いため、現状を正確に把握した数字であるかは分かっていない。 A.B. Ministry of Chitangang Hill Trucks Affairs Archived 2008年7月8日アット・ザ・ウェイ・バック・マシンありがとうございます